ありがとうございます。はい、大丈夫ですか？いやいや、はじめましての方も多いかな。ありがとう。私たち究極少女ハートです。よろしくお願いします。はい、これ自己紹介させてください。まずはキサラ。はい、高校3年生17歳、紫色担当ヒエラギキサラです。よろしくお願いします。キサラ、ありがとうございます。はい、カルトのリーダー、カルト担当高校2年生16歳の小平田優香です。あつさに負けず今日も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。優香、ありがとうございます。はい、ということで皆様、今日は柏井かえさんアイドルステージにお越しくださりありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、暑いです。このカンカン照りな暑い中、うん、でもまだね、テントがある分、ね、屋根があるですけど、うん、でももうね、十分暑いので皆さん水分補給をね、こまめに撮りながら、はい、はい、で今日写真撮影も OK ですので、はい、ぜひたくさん写真も撮っていただいて、ツイッターの方でもね、拡散の方お願いします。はい、では今日もみんなで盛り上がっていきましょう。次の曲に続けて聴いてください。リスタートアゲイン、君に届け。
顔さまさびるとそんな揺らぎより、細い地道抜け出し屋上で二人き、甘酸っぱい恋心舞い上がっちゃって、ハートピキッと名前そこかも測れない、きっと今日もこの気持ち伝えられないだろうな、友達以上の恋人未満の僕だ、本当は僕の気持ち気づいてるんでしょう、自転車くらいの息の背の向くのにも感じてるよ、切ない僕はまだ思いが友達に戻らない、ずっとそばにいたいよ、
今日もね、こうやってジェットコースターとアトラクションもたくさんありますし、はい、こうやって今日はアイドルステージの方もまだまだ続きますので、はい、皆さんね、どちらとも楽しんで今日一日お帰りください。はい、はい、それでは次の曲ラストいきたいと思います。はい、皆さんまだまだ声出せますか？ありがとう、ありがとう。それではラスト曲2曲続けて聴いてください。オスケンロック TUG センチメントガール。なのは折れないハート、オーベイでた
甘い罠に落ちて悪の魅力の究極少女覚醒し始めるアイデンティティ悪の魅力の究極少女ここにいる身が揃ってて探り合う口にできた心を癒すようにほどかれる胸の赤い糸ギリギリギリ知らさないで嘘でも悪でも思えたり苦しいほど愛を求めてるさらさらさらスクラッシュ重なる質問私を支配する魅惑の魅惑の究極少女囚われた運命のアリバイ魅惑の魅惑の究極少女夢の現実の狭間欲望のままに誘惑のリズムに揺れる二つの影最後まで楽しんでいってください。それでは以上、究極少女カラットでした。